はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチの方やっていくんですけど、本日は鬼しずぐもをね使っていきたいなと思います。まあ今ちょっと鬼しずぐもって言っちゃったんですけど、こいつ鬼しずくもですね。ということで対戦相手のソータさん、よろしくお願いいたします。まあ今回ね使っていく鬼しずくもなんですけど、まあネバネバネットがねかなり有名だと思うんですけど、やっぱネバネバネットってまあ初手に置くことが多いので、まあ結構ね初手鬼しずくも読まれるんじゃないかなと思います。まあなので今回はまあ最近ねネバネバネットの鬼しずくもが有名になってきたので、あえて他の方でね今日は使っていこうと思います。まあ今回ね使っていく鬼しずくもって、まあ環境トップの海竜以外にはまあ弱くないというところもあるので、まあ結構動かしやすいんじゃないかなと思ってます。まあこれね裏から出したいんだけど、まあ初手のペリッパーに対してまあ強いポケモンがまあいないんだよな。まあ初手のペリッパーに強いポケモンがいないんで、まあ、はばかみ、鬼しずくも、海竜とかで、まあ、対面チックに戦っていこうかなと思います。対戦相手のソータさん、よろしくお願いいたします。まあ、この戦術だと、相手のブリジュラスが、まあ、若干重いかなというところはあるんですけど、まあ、なんとかなるでしょう。うん。まあ、鬼しずくもはね、羽ばたく神とかにね、結構強めなんで、まあ、相手の羽ばたく神は、まあ、鬼しずくもで見ていくと、ペリッパー、そうだよね。まあ、ペリッパー、まあ、雨の通りが俺のパーティーに対していいかって言われると、まあ、なんとも言えないところはあるんですけど、まあ、間違いなく言えることは、ペリッパーの通りがかなりいいので、まあ、初手羽ばたく神から投げるしかないかなと。で、まあ、とりあえずムーンフォースで荒らしていって、まあ、どうなんだろう、ペリッパーって、まあ、シーダウンしてくれると嬉しくて OK ナイス。何打つんだろうね。コンボ外、まあ、そうだよね。まあ、あんまりシーダウン関係ないかなと。言ったところ、あんまりとか、まあ、全く関係ないからといったところなんですけど、まあここから出てくるのが、まあ、ブリジュラスなのかどうかで、ブリジュラスだったら、まあ、マジカルフレームとか打っていくのが強くて、キングドラの場合、まあ今回エナジー神なんだけど、キングドラより遅いんだよね。まあキングドラがね結構早めで260ぐらい行くよね。純速で137の2倍だから274とかでしょ。だから抜かれてるから、いやーまあ捨ててもいいかな。うん、デンジャーとかで適当に捨てますか。まあ相手多分水テラスウンタラとか打ってくると思うんで、まあ、ペリッパがちょっと重かったな。はい、キングドラに、まあ、神を持ってかれて、まあ相手からするとね、こっちの羽ばたく神が最速だったりすると、まあ、キングドラの方が遅いのかな、うん、っていうのもあるんで、まあ、多分相手からすると、まあ、ちょっとね、なかなか偽りづらかったかなというところで、まあ、テラス切らないで偽りづらかったかなというところで、テラスタル切ってきて、羽ばたく神が吹き飛んだ。で、まあ、海流で流していってもいいんだけど、玉は玉でね、まあ、結構難しいんだよな。まあ、雲投げていいかな。で、これさ、雨にただ乗り水砲ですごい威力出そうなんだけど、まあすごい威力が出そうと言ってもさすがに落とせないか。まあミラーコードかな、一回座ってくれる読みで暴風 OKOKOK。 まあこれはまあそこそこいいダメージ入っちゃうけど、あ硬いねやっぱ。でまあミラーコートで倒して、うん OK。 いやまあまあまあ、まあ、キングドラエース倒したからね、テラス切ってる相手のエースを倒しました。でこっからまあブリジュラスあたりが来るんじゃないかなって予想してるんですけど、まあペリッパーもあるか。まあ、ペリッパーの場合は、どうなんだろう、勝てるのかな。ペリッパーが来た。まあ、ペリッパーの暴風は、多分耐えるんだけど、いやでもいいな、ペリッパーは正直。まあ、ペリッパー赤ブレイクで倒しちゃいますか。はい、暴風。いや、耐えると思う。多分耐えると思うけど。お、耐える、偉い。混乱しない、ナイス。で、まあ、水砲も乗ってるんで、しっかりと倒して、で、あとは、まあ、ブリジュラス VS、海流って形だよね。ウーラオスか、オッケーオッケー。だったら大体勝ちかな。うん。で、これで、まあ、今回の技構成なんですけど、とか強くね？やっぱ D 高いな。で、まあ、これは、まあ、さすがに1回はアクアブレイクでいいか、雨降ってるんで。アクアブレイクで、まあ、ウーラオス削って、まあ、その鬼しずくもに対して、ウーラオス側からもね、あんまり打点がないっていうのが、まあ、いいよね。うん。まあ、対面で打ち合ったらどっちが勝つかって言われると、多分ワンチャンウーラオス勝つような気がするんですけど、オッケーオッケーオッケー。で、まあ、テラス今回残ってるし、まあ、弱点保険なんで、まあ、スケールショット当てれば勝ちかな。いや、ね、待てよ、これさ、雨でゴリ押されるって話あるよな。え、なんか、雨でゴリ押される。え、ウーラオスの持ち物次第ではさ、スケールショット打って B が下がる。え、これ、弱点保険のせいで、難しくなってるな。まあ、ケタグリ打つか。ケタグリケタグリ、とかでいいもんね。水流連打。いや、雨だから結構火力高いよな。え、なんか強くね？
なんか強いんだな。え、次のタイルがギリギリなんだけど。え、耐えるよな、これ。ケタグリ。ケタグリ、ケタグリ神速でいける。まあ、多分、レートパンチはないと思うんだけど、え、スケールショット打った方がいいかな。弱点を消すスケールショットっていう、これ僕が、まあ、前期最終日の、まあ、朝4時ぐらいまで、まあ、前期の朝4時ぐらい、まあ、2100何本、40ぐらいまで使ってたやつなんだけど、まあ、1回しか選出してなかったんで、こいつの性能を把握してないところがあるんだけど、これなんか火力あるよな。でも内訳はできない、多分。いや、ケタグリケタグリ神速でいいよね。まあ、多分スカーフだもんね、これ。いや、耐える耐える、ギリギリ耐える。え、勝てるよな。なんか、スケショって2回だと、多分ケタグリの方が威力高いじゃん。だから、ケタグリケタグリ、いや、落ちるわ。あ、さすがに落ちるわ。危ね。神速でいきましょう。はい、オッケー。まあ、なんとかね、鬼しずくものミラーコートをね、2回打ってね、相手を倒すことができたんじゃないかなと思います。まあ、鬼しずくもね、結構お盆の実とかごつめも強いんじゃないかなと思ってるんですけど、この試合はね、突撃直帰があったからこそ、2回ミラーコートが打てたんじゃないかなと思います。対戦相手のソートさん、ありがとうございました。それでは2試合目の方へどうぞ。はい、対戦相手の方が見つかりました。よもぎさん、対戦よろしくお願いいたします。相手の構築ランド勝ち熊なんで、まあさすがに、まあ鬼しずぐも投げたいなといったところではあるんですが、ランドロスとか、俺がなんか最近使う構築全部ランドロスがちょっときついな。まあとりあえず鬼しずくもから入ってハッサムがいるんで、まあエースはウロスにしたい。まあハッサム系の構築に対して、まあ羽ばたく神投げるのね、あんまり強くないんだけど、まあ、ただ今回一応ね、マジカルフレーム入れてるんだよね。だからまあ投げれないわけではないと。そう考えるとまあ、はばかみでいいかな。まあ、鬼しずくまで荒らして、まあ、はばかみで荒らして、ウーラオスで荒らすという、荒らし選出でいこうかなと思います。まあ、これでもね、鬼しずくもやっぱ選出非常にしやすくて、まあ、連撃ウーラオスにもね、別に強くない、じゃ強くないけど、まあ、ただ弱くもないっていうところで、あ、ガチグマ、オッケーオッケーオッケー。いや、これどうしよっかな。いや、今回ね、鬼しずくもの調整2つ考えてきたんですけど、まず1個が、まあ、今回使ってるやつ。まあ、今回使ってるやつが、まあ、素早さに振ってないやつなんですけど、まあ、今回使ってないやつ、概要欄にもう1個載せておくと、まあ、素早さを92振りして、なんかガチグマまで抜く、まあ、カバルドまで抜くみたいなやつもね、考えてましたね。ただこれね、相手テラス切ってくるならミラーコートでいいんだよね。やっぱ圧があるから、あ、まあまあ、ブラッドムーンならブラッドムーンで、まあ、全然いいけど、いや、全然いいけどとか言ったけど、うん、まあ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 、対面勝ってくれるんでね。吸血で落ちるかな、さすがに落ちるか。まあ吸血でいきましょう。これアクアブレイクで落ちてそうだよな。まあノマテラまで考えると多分ミラーコート打つのがいいですね。うん、直近鬼しずくもね、まあ一匹持ってく力非常に高いわ。てかミラーコートね、あんまり警戒されてないわ。まあやっぱネバネバネットだと、なんだろ、イバンの実とかが多いのかな。まあ、そこら辺をやっぱ警戒するケースが多くて。はい、で、しっかりとガチグマを倒して、で、体力が、まあ、ある程度残ってる。まあ、ハッサムの、まあ、バレパンとか、ハバカミのムーンフォーぐらいならワンチャン耐えてくれるんじゃないかな。まあ、なんかいい感じにね、やっぱ対面一匹持ってきますね。まあ、なんか強いポケモンから、あまりやられないし、鬼しずくもね、水打点が通る相手に対して、やっぱ水砲の赤ブレイクが強いんで、まあ、海竜と連撃ウーラだよね。まあ、海竜ね。で、海竜に関しては、これ、一匹持ってった後だと、飛びかかるで起点にならないっていうところは、偉いですね。最近はでも身代わり持ちの海竜とかもあまりいないので、まあ、起点にならないよね。まあ、素早さ上げられてしまうのを、どう捉えるかみたいな話はありますけど、まあ、でも相手はね、マルチスケール剥がされてるからね。まあ、この飛びかかるの攻撃ダウンとか見たら、まあ意外と相手もここで攻撃してくるんじゃないですか。うん、スケールショットオッケー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 。これはね、まあ、そんな嬉しくないな、今思ったけど。まあ、そんなに嬉しくない理由としては、羽ばたく神が、まあ、今回遅いので、相手2加速してるでしょ、うん、最速だとワンチャン抜かれてるっていうね、話もあったりしますね。まあ、ただ羽ばたく神のエナジー見たらちょっとビビるでしょ。160、200、160の俺の羽ばたく神だから204でしょ。
海竜が120だったら抜かれてるんで、まあ、これ抜かれてますね。まあ抜かれてるけど、まあ、デンジャー甘えるが安定なんで、はい。で、ここで、ハガルテラス切ってくれる分には、切ってくれる分に全然いいです。なぜなら、まあ、僕の裏には、連撃ウラオスがいるので、まあ、ドレインパンチで回収することができるというところもあるので、まあ、これはね、まあ、ギリオッケーかな。うん。まあ、だからやっぱ、カイリュウと連撃ウラオスを、まあ、どう処理するかみたいな話はあるんですけど、それは無理ですね。うん。まあ、オッケー耐えてく！うん。彼は耐えなかった。まあ、あんまり関係ないよ。いや、てか、関係なくないよ。デンジャー打って、甘える打って、剣舞ドレインパンチでよかったからね。これは、痛いですね。さすがに痛いわ。うん。てか、さすがに痛いぞ。まあまあ、1対、まあだから、乱数だったらね。うん。まあ、仕方ないですけど、まあ、今回の神 HB なんでね、まあ、耐える可能性があったと考えると、まあ、ちょっと運は悪めかなと。まあ、でもね、アイアヘッドのひるみはね、確率も高いですから。3割ぐらいでしょ。仕方ないですね。で、裏に空いた羽ばたく神がいるので、まあ、水流打ちたいところなんですけど、さすがにでもここはドレインパンチしか押せないですね。スケールショットが多分半分ぐらい入るんで、その入ったスケールショットを回復させなきゃいけないんですよ。神速勝ちなのか。スケールショット打たなくても勝ちなポケモンなんていなかったら相手。まあ、なんならまあスケールショット打たれても HP マックスになるんで、まあ、そんなに変わらないんですけど、何なんだろう。スカーフとかに見えたとかかな。まあ、可能性はあるよね。スカーフに見えたから神速打ったとか。まあ、それは考えられますね。いや、でもスカーフでも上取られてるか。なんか読んだんだろうな。で、ウルガモスは、メガネオーバーヒート以外はドクテラ好きって裏目がないから、まあ、ここでメガネオーバーヒート打たれない読みで水流連打でいきましょう。まあ、ちょっとね、難しいんだけどね、水流連打打っておけば負けないから、ウルガモスにもテラス切れなかったんで、鬼火上から撃たれても水流連打で押せそうかな。まあ、メガネオバヒを撃ってきたらもう相手が上手かったっていうところで行きましょう。まあ、ギガドレン救助とかだと飛んじゃうんで、まあ、多分ここで、うん、キャラスキルのは正解だったかなと思います。まあ、ということでね、まあ、今日は、ま、さすがに勝ちなんだけど、うん、オッケー、もうめっちゃ余裕に飛んだわ。まあ、今日ね、鬼しずくも直近で使ったんですけど、まあ、ミラーコートって技強かったですよね。まあ、なんか直近した理由としては、最近なんかブリチュラスのミラーコートになんかボコられた試合が2回ぐらいあったんで、なんかバレてないミラーコートって強いのかなっていう視点から、まあ、今回直帰ミラーコートにしてみたんですけど、まあ、なんか初手でね、あんまり出し負けもしないんで、まあ、海竜がな、まあ、どうしても難しいけど、そこさえね、構築単位でなんとかできれば結構鬼しずくもやれるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、ネバネバネットも強いんで、まあ、よかったらね、いろいろ使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。